遊び、ものぐらいでしたね。Thank you.
すごかったみたいな。ロンドンデリー次の次ですね。イギリス民謡になります。今度は皆様のね、よくあのご存知の歌詞とちょっと違うかもしれないですが、うん、この歌詞で歌ってみます。我が子よっていうのが多分すごく通っている。我が子よ愛しのなれを、父切りの方愛しいっていうのが普通ね、教科書とかに出ているんですが、これはちょっと歌詞が変わります。ロンドンデリーです。ワン、ツー、スリー。
際にすでにお決めになられていらっしゃいます方はまだですか？何？あー、分かった。じゃあ前回いただいてたリクエストでちょっと残しちゃったのがあるので、皆様166ページ赤いもんだって、たこちゃんがそういうサンバ白根和夫さんっていう歌手の方が1918年に歌われていたらしいんですよ。この方が生まれたのは1937年、今ね82歳で、今もね新しい曲出して活躍されてるんですよ。すごいですね。白根和夫さんご存知でしょうか？知らない。その方が歌われた青春は雲の彼方に、前回リクエストをいただいておりました。ぜひ皆様ね、ご存知ない方はこういうチャンスに覚えてみてくださいませね。本当に八小説最初の一部だ。白根さん知ってますか？白根和夫、その方が歌われました。
ったでしょうか、ね、なんでですか、ね、ちょっと前前です7週です。皆様は赤い本の15ページをお書きください。これね、大丈夫ですよ。何度もそうして覚えてくださいね。魔女の宅急便というね、スタジオジブリの映画の中で生まれておりましたよ。昭和50年の曲に作られましたね。この曲ですよ。荒井由実時代です。では何か
集中言いたいお気持ちになりそうなお顔なさって何かリクエストもお決めになられていらっしゃるかなみんな下向いたり横向いたりする 私目がなかなかこうどうですか読書なんかございませんかせっかくですよなんかないタンポポあるよはいはい。あ、青い本です。青い本ですね。68ページですか。はい。皆様68ページをお開けくださいませ。とっても可愛い曲ですよ。セリヨーコさんが歌っていらっしゃいます。1976年、昭和51年でした。ケースの中のバラの花も綺麗だけどちょっとね足元に咲いてる私が見つめてという曲でございます。Thank you.
語ってね、花言葉、真心の愛、もう一つ別離、二つあそうだそうです。なんかね、逆みたいなね、二つ。いかがですか皆様。時代は新しい竹本歌手の一員を普及しているんです。中島みゆきさん、昭和50年に50年前昭和50年に10月に作られていた。では次です。結構意外とね、これ前奏短くてすぐ歌になりますよね。時代ですよ、時代。皆様開けられましたね。はい、thank you.
皆様、青い本を開けてください。青い本の79ページです。強制連行。ちゃんとだよ。一緒に歌おうたんだろうね。79ページ。では夏の思い出、昭和24年 NHK のラジオ歌謡でした。その時はね、シャンソン歌手の石井よし子さんが歌われております。作曲は中田義直先生ですよ。お会いしたことあります。素敵なおじさまでした。
また、水分補給とリクエストの曲をお考えいただきたいと思います。